日本が最新鋭兵器開発にあと一歩とのところまで来ているのをご存知でしょうか。レールガンと高出力レーザー兵器ですが、防衛装備庁が今後のロードマップを発表したとの情報をキャッチしました。今回は、そんな完成間近との話のレールガンと高出力レーザーの今後の展望を詳しく見ていきますね。もうすぐ、配備間近との話もある最新兵器ですが、ドローン対策は急務だし、小型化できれば陸上作戦でも使えます。マジでヤバい計画が進行中かな。14日から15日まで、都内で技術シンポジウム2023というイベントが開催されました。この場で、防衛装備庁は、従来の戦闘を一変させてしまうというゲームチェンジャーとして、注目のレールガンと高出力レーザーシステムの2つの研究成果を発表したのです。レールガンという武器について説明します。従来の火砲は火薬を使っていましたが、これは火薬ではなく、電気エネルギーを利用して、極超高速の弾丸を発射するものです。防衛装備庁のこれまでの実験結果では、極超音速となるマッハ7近くの秒速 2297m を叩き出したということです。これは、従来の火砲の中でも、高速なレベルに入る戦車砲の秒速約 1750m を上回る、すごい数値なのです。連射もできますし、通常の迎撃ミサイルより、コストを低く抑えられるということです。レールガンの狙いとしては、中国や北朝鮮、ロシアが開発を進めている極超音速兵器に対抗できる次世代迎撃兵器としての位置づけにしたいようですね。一方の高出力レーザーシステムですが、文字通り、高出力のレーザー光を高速で動くターゲットに照射して、瞬時にダメージを与える装置です。電源が供給される限り、果てしなく撃ち続けられるので、いわゆる弾切れはないということです。経費面でも経済的と言われています。というのは、このシステムを動かすためにかかる費用は電気代のみということなんですから、コストが安いというわけです。防衛装備庁は、高出力レーザーを、ドローンや迫撃砲弾の撃破目的利用だけでなく、いずれは、ミサイルを迎撃する装備システムとしての利用を目指し、研究開発を進めているようです。次世代兵器として、高性能さと高スペックに期待が集まるレールガンと高出力レーザーシステムですが、いいことばかりではありません。共通する大きな課題があるそうです。それが電源設備の小型化です。前述の通り、この2つの装備システムは、共に電力を大量に必要とする装置ですから、大容量電源がどうしても必要です。スペースが限られている艦艇などへ搭載することもあるわけですから、その小型化は重要な課題になっているのです。防衛装備庁によると、レールガンの電源部の使用は充電エネルギーが5メガジュール、充電電圧は 8.5 キロボルトという高電圧ということです。試作装置は20フィートコンテナ、長さ約6メートル、幅約 2.4 メートル、高さ約 2.6m、4台分の大きさに達したと言いますから、かなり大きいということがわかりますね。一方、レーザーシステム試作装置、川崎重工製は総出力が 100kW で、試作装置は40フィートコンテナ、長さ約12メートル、幅 2.4 メートル、高さ 2.4 メートル、2台分の大きさになったと言います。これまた大きいので、かなり場所を取ることが作用できますね。つまり、2つの装備システムの大きさはほぼ同じで、言うまでもなく、大型ですから艦艇に乗せたら、乗員の動線にも少なからず影響が出てくることは明白です。兵器であるレールガンやレーザーシステム装備を小型にするためには、セットである電源設備を小さくしなければならないというわけです。ここでちょっと考えてしまいませんか？両方とも小型の電源が必要なんですよね。だったら、同じ電源を使ったら場所を取らなくていいんじゃないかと思いませんか？経費も削減できるのでは？ところが残念。防衛装備庁担当者によると、全く同じ電源装置を使うことはないというのです。まあ、だとしても、
電源小型化の技術は共通して活用できるとも言ってますから、無駄にはならないのでしょうね。前述の技術シンポジウムでは、レールガンと高出力レーザーシステムを将来的にどう使い分けようと考えているのか、どういった比較ができるのかなどの質問があったそうです。これに対する回答は、レールガンのメリットについて説明し、高出力レーザーとは違って、物体である、弾は、ターゲットを最後まで壊せると指摘した上で、信頼できるレベルでターゲットを壊すことができるというものでした。さらに、レールガンは、天候などの影響もあまり受けないという追加説明もありました。一方、高出力レーザーのメリットとしては、レーザーの出力にもよりますが、必要となる電源エネルギー量は、一般的に比較的少ないこと、システムとして小さくなるという点を挙げました。ただし、デメリットとして、レーザーは光ですから、雲を透過しないなどという天候の影響を受けやすいということです。いずれにせよ、防衛装備庁は、それぞれの特徴を生かした運用を構想しながら、早期の装備化に向けて研究開発を加速していく方針とのことです。防衛省の予算措置を受けた川崎重工業と三菱重工業は、すでに車両搭載型の高出力レーザーシステムの研究施策を完成させたそうです。2018年度から進められた川崎重工業の研究施策は、迫撃砲弾と小型無人機を撃破する出力 100kW のレーザーシステムです。2023年2月に完成、地上に設置された迫撃砲弾の誘爆に見事成功しました。一方、2021年度から実施された三菱重工業の研究施策は、小型無人機を撃墜する出力 10kW のレーザーシステムです。同社は、鹿児島県の種子島で実証試験を繰り返し、1.2km 先のドローンを撃ち落とすことに成功しました。防衛装備庁担当者は、高出力レーザーシステムの課題の一つとして、電源設備の小型化を挙げました。川崎重工業のレーザーシステム研究施策は、10kW の国産ファイバーレーザーを10本結合したことで、総出力 100kW が実現できました。しかし、一般的には、レーザーの変換効率は 30% とされますから、100kW の高出力を継続的に実現するためには、計算上、300kW 以上の大量の電源が必要ということになります。このため、2023年2月に納入された川崎重工業のレーザーシステム試作装置は、前述のように40フィートコンテナ2台分という大きさになったとのです。防衛装備庁担当者による高出力レーザーシステムの今後のロードマップを説明します。迫撃砲弾と小型無人機を撃破する川崎重工業のレーザーシステムと、無人機を撃墜する三菱重工業のレーザーシステムのそれぞれの装備化を目指す方針を示したということです。その上で、段階的に研究を進め、装備システムとしての実用化とともに、将来的には、レーザーによるミサイル対処システム実現を目指し、技術力向上を進めていくとも説明したのです。より詳しい説明があったので、以下に紹介しますね。現在の高出力レーザーシステムの試作内容ですが、赤外線カメラで高速ターゲットを追尾し、高出力レーザー光を集め、撃破するまで追尾、照準、照射するという仕組みになっているそうです。つまり、ターゲットを破壊するまでは、地の果てまでとことん追いかけるということですね。わかりやすく言えば。防衛装備庁担当者の説明によると、高出力レーザーシステムは、将来的には、海上自衛隊の護衛艦に搭載される可能性もあるということです。そうなった場合、射撃のコントロールとして、既存の SPY-6 などのレーダーを使用するのかという質問があったのですが、回答は、システムを搭載するプラットフォームによりますが、その可能性はありますというものでした。どんどん、新型の兵器が増えているということですね。どういったパワーがあって、どういう目的に使うものなのか、見当もつかないものが増えているように感じるのは筆者だけでしょうか。納税者としては、多額の税金を使うわけですから、使途については、わかりやすい、丁寧な説明を政府には願いたいものです。